皆さんどうも、ルークドイヒーです。桜先生もいるよ。皆さんたくさんのコメントありがとうございます。今日はみんな大好きニャンクドイ先生。おー、なんだか新しいステージが来てるから行ってみよう。メンバーはどうしようかな。スロットの中にある適当なやつでいこう。じゃあこれでいこう。そんな適当な選び方で大丈夫かな。こんなのにゃんこ大戦争のスペシャリストの手にかかれば余裕のよっちゃん。89歳、みやちゃんと勝利。心配だけどな。ゲロシャブな敵が出てきてるだけだから、こんなのいけちゃういけちゃう。絶対強いやつも出てくるでしょう。みたまやガオだって連れてきてるんだから大丈夫だって。まずはお金をしっかりと貯めていこう。だって世の中金だ金だ金だ。子供の発言とは思えない。あれ意外と抑えちゃってる。こうなったらおにやんま急いで出てきよう。どうしてくれ。あーなんか出てきた。だけどそれどころじゃない。あっさりやられて。あちょっぴちょっぱ。何やってんだよ。油断してるからこんなことになっちゃうんだよ。まあ、メッシュの映像になって最高だったでしょう。次はリベンジ、オレンジ、マジマンジ。どうやら壁たちじゃ耐えらんないみたいだから、すぐにおにやま出して、ゴリラシゴリラシゴリラ押し出し。カチ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 、ありがとうございます。まだまだ油断してそうで大丈夫かな。どんどん倒せ、どんどん倒せ。そしてお金、ガッポガッポ。いけ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 。いい感じにお金貯まったら、みたまいっちゃおう。これでどんなやつが出てきたって大丈夫だ。おお出てきた。鳥に恐ろしい羽が生えている、うん、こいつは悪魔なのか何なのかよくわからないな。とりあえずびっくり仰天テスト0点ツルツル食べれるところ10。しかし属性はありそうだから見たまで動きを遅くして、そして買っちゃおう。さらにはガオも出していく。あとは芋食ってへこいて寝るだけだ。ありがとうございます。まだ油断しちゃダメだよ。コロコロしたやつ来た。コロコロコミック。あーこいつはめんどくさいやつが出てきちゃったな。鬼山のパワーで強引に倒していくしかないか。いけいけ鬼山じゃないと押されてる。見たままやられてる。一気に厳しい状況。これきつい。嘘でしょ。ここまで頑張ってきて負けんの。もうよくわからんけど黒見たままで出していく。あやった。フグ野郎倒せた。フグ野郎さえいなくなればこのぽっちゃり鳥は簡単に倒せんじゃないのかな。そこまで強くはなさそうだよね。当たり前だな、ブラックマン。僕が強すぎるってのもあるけどね。このまま押してゆけ。ゴリ押しゴリ押しゴリラ押し出して勝ち確定。ありがとうございます。さっきってこうわー、フグ野郎まだ出てくるの。このおかわりはきつすぎる。フグの刺身のおかわりだったら嬉しいけども。だけどさっきあっさり倒せたし、ここは大丈夫か。また鬼にゃんまの攻撃力で強引に倒しちゃえ。いけいけ。鬼にゃんまが攻撃できるか運だけの戦い。ニャンコ大戦争は運ゲーだからね。そんなことないから、キャラ選びやって大事だよ。やばいやばい、押されちゃってる。嘘でしょ。ここからの負けなんてやだよ。みんな頑張れ。黒見たまもやられちゃったよ。おにやま、あとは頼む。強引に攻撃って言いたいけど、周りの雑魚が邪魔でうまく攻撃できないじゃないか。ああやられてる。どうしよう、他に出せるいいキャラいない。はい、というわけで諦めました。そんなあっさり諦めるなよ。だけど無理、またまた負けちゃいました。あじぴちぱ、残り相手 1% だったの。これはきつすぎ。あじ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 ぴちぱ、ちゃんとメンバー考えないとダメか。フグ野郎対策をした方がいいかもしれないな。フグ野郎の攻撃を耐えてくれそうなハーデスを入れておく。
前線守りつつ遠距離攻撃しちゃうもん。この2人さえいればブブ野郎は大丈夫でしょう。これで余裕のよっちゃん89歳、イルバナオクス、大事なものをなくすなよ。まずはお金をしっかり貯めていこう。序盤はさっきと同じ感じでいいと思うんだよな。オニニャンマを出してお金を稼げ稼げ稼げ、犯罪を犯してお金稼げ。それは絶対ダメだかな。まあ楽してお金稼いだところでお金の価値が分からずにすぐに使ってすぐ貧乏。急に真面目なこと言い出したな。どうせ無駄遣いしちゃうんだよね。だからみんなお金は寝る寝る寝る寝に使いましょう。なんだかそれも違う気がするけどな。太っちょ鳥が出てきたか。次は返り討ちにしてくれるわ。フライドチキンにして10円でケンタッキーから販売じゃ。さあ今回はガオから出してたよ。さっきは三玉からだったけど序盤はガオで攻めてったわ。いいんじゃないのかな。それには遠距離攻撃飛行門も出していく。っていうかもうフグ野郎出てきちゃったから、まずはハーデスから出していけばよかったか。失敗したか。だけどもハーデス出せたからこれは間に合ったかな。ハーデスしっかりとみんなを守ってくれって言いたかったけども、オニニャンマお二人やられてたよ。オニニャンマそんな前にグイグイ行くなよ。前に行かなきゃ攻撃できないから仕方ない。だけど遠距離攻撃しちゃうもんとガオは守れてる。これならそのうち勝てるでしょう。さらにはミタマも出していく。だけどミタマは攻撃食らってる。これは厳しいか。かなりいい戦いだね。だけどそろそろフグ野郎倒してほしいな。じゃないとどんどん厳しくなる。やっと助かっておかわりも来ちゃった。やっと倒したと思ったらもう出てくんのかよ。これはきつい。だけどまた倒せばいいだけの話か。このままみんなで力を合わせて一気にいったらいったら、そのうち倒してくれるでしょう。だからぐーたらしてればいいかなって。ハーデスやられた。いきなり大ピンチ。これはピンチ飛び越してポンチ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 なんか言ってる場合じゃないよ。そうだね、もうポンチどころかうんちだよ。そんなこと言ってないで集中。頼むからみんな耐えてくれよ。ガオとミタマが押されちゃってるから心配だ。遠距離攻撃ヒョモにもダメージ食らってる。やばいと。ぽっちゃり鳥を倒した。あとはフグ野郎だ。早くこいつを倒すんだ。そしたらもう怖い敵はいないぞ。みんなで一気に行け。やっと解けた。なんとかクリアできたぞ。うれうれうれしいな。うれうれうれしいな。うれしすぎてハッピー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 ピー。あとは投稿してクリア。楽勝のシュシュのショー。全然楽勝ではなかったけどね。この調子でいろんなステージクリアしていくぞ。というわけでバイバイバイポンポロピー。チャンネル登録よろしくお願いします。